株式会社第一は、北海道帯広市に本社を置く、スーパーマーケットチェーンである。1958年7月に、若園久氏が、発起人となって、帯広の若手経済人など30人が出資して、株式会社帯広フードセンターを設立し、本店を帯広市西市一条南10丁目に開店したのが、始まりである。この店舗は、北海道宇発のセルフサービス方式の、 スーパーマーケットであった。この設立と開業は、セルフサービス方式によるスーパーマーケットを木の国屋が東京で、日本で初めて開業したことに刺激を受けたものであった。初代社長には設立発起人であった若園久志が就任したが、1960年に40歳で、心近高速に倒れたため、寺西高一が二代目社長に就任した。ところが、 労働組合運動との衝突で経営陣が交代することになり、その先行を担う形となった会社の川上忠平が社長に就任して経営に当たるようになった。1963年5月に株式会社第一スーパーへ称号を変更し、1991年12月に株式会社第一へ称号を変更した。1966年に 帯広配送センターを開設し、1988年に帯広市内に、その後は帯広市内などへ店舗を展開し、福原や、一丸、オーケーと並ぶ帯広の地場資本のスーパーマーケットに成長した。なお、この4社の間では出店する地区を事実上住み分けて、証券が重なることに伴う加藤競争を避け、共存共栄する暗黙の合意があったと言われており、 結果的に1999年の北海道口のスーパーマーケット上位20社に福原と10に加えて当社という帯広地区3社が入ることになった。また2000年前後から従来の売り場面積約200から300坪の店舗を閉鎖して売り場面積約500坪規模の店舗に置き換える店舗のスクラップビルドし他社の大型店との競合が激化に対応しようと している。その結果、2011年5月には中小型店は19 1 5点まで減少した。なお、この間に JCB と提携して、日本国内のスーパーマーケットでは、初めて非接触型 IC カードを付加し、会員カードとクレジットカードの機能も合わせ持つ、第1クイスプ、JCB カードリンダミーヤを導入することになり、2006年5月20日から、 加入受付を始めることになった。2009年2月には、同じ帯広市を本拠地とする、地場資本の百貨店の藤丸から、株式会社 ok の全株式を買い取って、完全子会社化した。その後、2011年11月17日には、同じ帯広市を本拠地とする一丸と、資本、業務提携に関する基本協定を締結し、2012年2月に、 一丸の第三者割当増資を引き受けて、同社の発行済み株式の14.8%を取得して、同年4月からは一部商品の共同配送などの業務提携を開始し、地場資本のスーパー連合で共同仕入れなどを行う、ことでアークスなどの大手への、しかし、この資本、業務提携はほとんど効果を上がらなかった。そのため、当社は2013年7月23日に、 伊東洋稼働から30%の出資を受けて、資本、業務提携することを発表し、一丸は、同年10月2日にマックスバリュー北海道と、資本、業務提携を発表するなど、各々が別の大手と、資本、業務提携したため、同年11月末に正式に、一丸との資本、業務提携は解消されることになった。また、資本、業務提携を受けて、 同年11月2日からセブンアイのプライベートブランド商品の販売を開始したオール日本スーパーマーケット協会に1994年に加盟しており北海道内で唯一の加盟企業である2009年や2011年などでは投票で同協会の役員企業となっている帯広市やその近郊のほか、旭川市札幌市にも出展している 一号店広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集、ありがとうございます。